この映画は君に撮ってもらうから。頼んだわよ、ジーン監督。今、僕が地球上で一番幸せなのは間違いないな。夢を捨てるためにここまで来たんじゃない。夢を叶えるためにここに来たんだもん。だから、命を懸けて映画を撮る。監督を、するんだ。直感を信じないで何を頼りに映画を撮りゃいいのよ。ここが夢のスタート地点じゃない。マーティン・ブラドック、世界一の俳優。編集セオリーならミドルサイズの構造を中間に入れてなじませるところをあえてショックのあるアップで決め台詞、これだ。何でもうまくやれてきたつもりでした。でも振り返ると何も残っていなかった。全てを失う覚悟はある。ようこそ夢と狂気の世界へ。例えば何かを残すということはそれ以外を犠牲にすることなんだ。だから結局何もつかめないままだ。映画は一人では作れない。一番見てもらいたい誰かのために今ならできる気がするんだ。君の映画に君はいるかね。監督を信じます。これが僕のね、まだ終わってないです。途中まで終わってないです。